ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは、原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。後悔はさせません。ということでですね、今日やりたいのは、機関機関の第3難易度、難易度第3ですね。こっちの方の攻略の方をお伝えしていきたいと思います。まあ一応、岩主人公前回につき、一応持っていくんですけども、例えば猛威が出た時に使うぐらいで、あとは置物系で解決していこうかなと思います。最初に突っ込んでくる、ヘルチャールの解決策が、まあ、一手でできます。相手、松明持ってるんで、その、雷のもの、置物を置けば、カフカで吹っ飛ばしながら大ダメージを当てていくってこともできますんで、まあ、雷を置くってことが今回、初手を防ぐ、重要なキーとなってくると思います。あとは、全体的な難易度を下げるためのコツみたいなのも、喋りながら解説してますんで、最後の方まで、実践動画見ていただければと思います。あとは、前回の動画、基礎的な方も今回概要欄に貼ってますんで、そっちの方も良ければ時間あれば見てください。では動画の方どうぞ。はい、じゃあ機関機関やっていきたいと思います。ランダムで出てくるのが難易度が3ですね。でまずはそうですね、右側の方の設置なんですけども、僕の場合は、まあ、これをつけて、で水で、感電。ここまで置けばね、もう大体なんとかなります、こっちは。ただ、相手の動きを止めたいんで、まあ、風を入れてフィニッシュ。まあ、やり方はいろいろあんで。で、5つの方に、相手が突っ込んでくるのを抑えたいんで、こっちの風を置いて、で、相手に、感電で継続ダメージを与えていくっていうところで、とりあえずフィニッシュですね。で、あっちの方で、ちゃんと、回収期間を置いてますんで、ダメージの方は大丈夫だと思います。でこれでしっかり相手を止めながら、ね、相手、松明持ってるんで、カフカとかもね、かかってくるんで、松明持ってる相手には、こう、電気を置いていくっていう発想だと結構やりやすいのかなと思います。はい、で、ここら辺で、水入れていきます。おっとっとっと。で、ポイントがかなり溜まってきてるんで、あとは効果力にしていきたいんで、効果力にしていきます。はい。で、火力、ちょっと遅かった。火力が高くなると、相手をしっかり倒せるようになってくるんで、今みたいなの。で、ポイントが一応あるんですけども、奇術陣、まあ、こんな感じで、お得そうなやつを選んでいくのもいいし、こうやってメインとなる威力のやつを上げていったりとかね、するのもいいと思う。とりあえず今回はラッキーなことにいいのが来たんで、250ポイントをちょっと回収させてもらおうかなと思います。で、まだ時間があるんで、こういった形で回収するチャンスを増やすのと、まあ、火力を上げていくってところ。で、もう置くことはできないんだけども、まあ一応ここら辺から覗いてみましょうか。右の方はね、火力は十分足りてると思うんですけどね。で、盾とかが来てるんで、あれはもう高火力で倒していくってのがいいと思います。大丈夫そうですね。で、ポイントもらえたんで、ちょっと右の方がね、後半手薄になってくる可能性があるんで、ここら辺で援護の炎を入れていきます。もう一個ぐらい援護の炎をここに入れたら向こうに行きたいと思います。で、やっぱ回収期間がね、あると非常に、ポイントが取りやすいです。で、後ろに炎をつける理由としては、20メーターのかなり長い距離のあれがありますんで、射程があるんで。まあ、技術点下げるのもいいですけど、できればね、炎をメインで火力出していきたかったんで、やりたいんですけども、ないので、各層下げ、まあ、これで50ポイント下げてやっていきましょうか。まあ、その時々で選んだらいいと思います。で、特にやることがないんで、スタート。一応上も確認しながら。まあ、でかいやつはね、出てくるのは、勇猛をチョイスした時に限るんで、
まあ、特に今回は必要ないでしょうと。で、上の方はあれは水もあるし、炎スライムに関しては大丈夫かなと思います。ほぼ最初の水と風と雷でいっちゃいますね。で、あとはもう本当、炎スライムもあれでカンパできるっていうところで大丈夫そうだなと。で、ここまで来るともうこれが必要なくなってきますんで、これ。で、前方の方で敵の動き止めたいんで、風を一発入れていくっていうのもありだと思います。で、こんな感じ。まあ、あとはこれでカンパーできると思いますね。まあ、ちょっと炎が見当たらないので、まあ、水の元素熟知も上げておきましょうか。もう上げる必要はもう特にないですね。で、一応敵が何が来るとかわかるんで、まあ、その時々でやれるんですけど、で、これが必要なくなりますよね。で、これが必要になります。なくなるので、ここの部分に、こうだな、ちょっと火力を盛りたいんで、炎を入れておきます。とにかく火力をね、持っていくと、敵が落ちやすいんで、ああいうでかいやつとかもやっぱ火力がないとなかなか落ちていかないっていうところがあるんで、これで、ほら、炎がいっぱいあると、こんな感じで、貫通できます。でかいやつもしっかり炎の軸で、最後の第5波何が来るか楽しみですね。で、今のうちこうポイントが400とか溜まってれば、相手が次が何来るのか分かるので対策も練れます。まあ、一応これは大丈夫だと思うんだけど、大丈夫ですね。 でかいやつもこんな形で炎と火力の高い炎でしっかり倒していって、で、あれぐらい硬いやつになってくると本当は凍らせたいんですけど、ちょっと凍らせるのとか入れていくと敵の対策が甘くなっちゃうんで火力で落としていくと。で、次は氷スライムと岩のやつと氷なんで、まあ、炎で潰せるのかなと思うんですが、一応今回ちょっとチャレンジで勇猛を一発入れていきましょう。おそらくいけると思うんですが。で、相手が岩チャールなんで、風が2ついらないかな。最初の風が多分これ意味なくなっちゃうんで、これを、岩なんで凍らせたいんです。負荷かけるんで、ちょっと雷を多めにしましょう。雷で感電、あとで雷と火がかかって過負荷でぶっ壊せんじゃないかなっていうような、敵が何来るのかを見ながらちょっと対策を立てていく。ああ来ましたね。火、これで火が入って効果力で落としていけるのか。やっぱ火力高くないと落ちないです。左の方がかなり手薄になってきて。ああ、大丈夫だった。まあ、もし不安だったらこうやって岩張って敵の動きをこう落としながらやるといいと思いますよ。まあ、たまたまね、今回何もしないで。プレイヤーはほぼ何もしないでっていう感じでやりますけど、危なそうだったら岩で止めちゃえばいいんで、こんな感じでやると、まあ5パ逃げ出した敵ゼロでクリアすることができるんじゃないかなっていうことです。まあ、難易度3もこんな感じでやってみるといいと思いますんで、ぜひぜひやってみてください。ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。動画をお楽しみいただけましたら、高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので、見てくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。